聞いてみよう。メンズサロン。鶴の湯温泉で、ラーメンの活動もありますけれど、温泉の、温泉を使った、すいません、突然すいません、温泉を使ったラーメンを探してるんですけど、どちらにあると思ってご存知ですか？温泉で使った、ラーメン、この辺りで食べられると聞いたんですけど。あら、わからない。温泉に使ってラーメン食べるの？あ、本当はね、ここラーメン屋さんあったの。あ、本当ですか？だけど、あら、ここにあるよ、のぼりは。だけど、はいはい、休みなんだって、今日から。あら、そうなんですか。今日からなんか2、3日行きますよ。そうなんですか。残念だったですね、今日は。そうなんですか。お風呂はいいです。どんなお風呂でした？ます、あ、しょっぱいんです、少し。へー、胃にいいとか皮膚にいいとか言うからちょっと飲んできました。あら、オレンジと黄色ですね。結構近くまで来られるんですね。なんかずっと上から眺めていたものをようやく近くで見られました。これを見ながらお風呂入れる。そういうことですね。最高じゃないですか。あったかいラーメンが食べたい。真っ暗だ。ダメですね。お休みだ。こんにちは。突然すみません。KFB 福島放送なんですけれども、今日はちょっと西の町でアポなし旅をしていまして、すみません。こちらで。ラーメンが食べられると思ったんですけど、今日臨時休業。臨時休業ですか。さっきの待っててもらえれば温泉ラーメン。ああ、